夏に向けてもう準備は進めていますか？体を鍛えるのにはジムへ通ったりフィットネスグッズを買い込んだりする必要はありませんよ。必要なのは1日10分だけ。動画の最後のボーナスであなたを1ヶ月でナイスバディに変身させてくれる4週間プランをご紹介します。お見逃しなく。エクササイズ1、プランク。プランクは体幹トレーニングです。これをしている間は動く必要はありません。ただ体を正しいポジションでキープするだけ。全身を肘、前腕部と前足で支えます。ウエストを下げたりお尻が上がらないようにし、背中を板のようにまっすぐに保ちます。この体勢が辛くないようであればどこかやり方にも間違いがありますよ。このトレーニングで腹部、腕、背中、太ももの筋肉が鍛えられます。エクササイズ2、腕立て伏せ。腕立て伏せを正しく行うにはプランクのポジションから始めるといいでしょう。そこから腕で体を押し上げます。背中、お尻、足は一直線にキープして、これで腹部と腕が鍛えられます。その後なるべくゆっくり最初のポジションに戻ります。エクササイズ3、太ももとお尻を引き締める。はじめに手と膝を床につき、その後片足をまっすぐ後ろに伸ばします。この足を上げるときにサイドに行ったり曲がったりしないように気をつけて、そして同時に反対側の腕を伸ばします。その後はもう一方の足と腕の組み合わせで行います。簡単でしょ。エクササイズ4、スクワット。スクワットはバランスがすべて。両足を肩幅ぐらいに開き、足裏をしっかり床につけます。まるで目には見えない低めの椅子に座るようにゆっくりと腰を下ろしていきます。膝とつま先は直線上にあるようにし、お尻はなるべく後ろに突き出します。腕を前に伸ばしてバランスを保ちましょう。下まで行ったらゆっくりと腰を上げていきます。エクササイズ5、腹筋。お腹をすぐにへこませたいですか？仰向けになって両手を上に伸ばしましょう。ゆっくりと片足を上げ、膝を曲げて手で膝をタッチします。最初のポジションに戻り、もう片方の足と手で繰り返します。ルールは左手で左足を、右手で右足をタッチすることです。エクササイズ6、腹筋とお尻。手と足を床につけて体を支え、三角形の形を取ります。まず片足をなるべく高く上げ、その後ゆっくりと下げて膝を鼻先につくぐらいまで持ってきます。また最初のポジションに戻り、もう片方の足でも繰り返します。エクササイズ7、ウエスト。最後のエクササイズです。足を大きく開き、膝を少し曲げ、背中を壁で支えます。手を組むかボールを持ち、ゆっくりと左右に手を動かしていき、壁にタッチします。ポイントはまっすぐに立つことです。ではお約束のボーナス、4週間プランです。1週目、以下のセットを6日間続けます。プランク2分、腕立て伏せ1分、スクワット1分、腹筋1分、腹筋とお尻1分、ウエスト1分、プランク2分。それぞれのエクササイズの間に10秒の休憩を取るのをお忘れなく。2週目、以下のセットを6日間交互に行います。またそれぞれのエクササイズの間には15秒の休憩を取りましょう。セット1、プランク3分、腹筋3分、太ももとお尻3分。セット2、ウエスト3分、腕立て伏せ3分、腹筋とお尻
3分、3周目、1周目のセットを繰り返す。4周目、2周目のセットを繰り返す。全部正しくできたら1ヶ月で見違えるような結果が手に入るはず。しかもこの10分セットが毎日の習慣になるのもポイント。頑張ってナイスバディを目指しましょう。私たちのチャンネルをご覧になるのは初めてでしたか？もしそうならブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。また評価ボタンのクリックもお忘れなく。